皆さんこんにちは。パトリオット TV です。ご案内は世界日報デジタルメディア編集長の岩崎が務めます。どうぞよろしくお願いします。今日のゲストはビューポイントコラボでですね、書き出しが中国人漫画家の孫浩文ですという形でいつもコラムを書いていただいている孫浩文さんです。どうぞよろしくお願いします。します。今日はもう日本人漫画家ですね。そうですね。孫さん、これからは書き出しはどうしますか？コラムの冒頭はですね、中国人漫画家の孫浩文ですっていう意味。そうですね。それはどうかな、どうしましょうか？どう思いますか？いや、そうですね。僕も聞きたいです。逆に元中国人にしましょう。元中国人にしますか？はい。まあ、その孫さんはめでたく日本に帰化されました。はい、帰化が許可されたのが2月、官報は2月10日。官報に掲載されて。はい。はい、まあ、一応7年間も日本に滞在して、はい、ようやく帰化しました。何が変わるかというと、今までね、中国の、ごもとかね、中国工作員たちはね、この売国党と、売国党って言われたんですよ。はい、言われて、はい、今もう大丈夫、日本人だから売国党じゃないです。そうですね。ちゃんと日本のために、はい、発信しますね。はい、で、それで逆に、日本の左翼もね、はい、なんだこの、内政干渉だ、はいはい、この中国人な内政干渉だという、うん、例えばね、この前の、集団的自衛権とかね、はい、憲法改正の時、僕もすごい訴えました。はい、で、内政干渉ずっと言われますね。で、今もう大丈夫ですね。日本人として発信します。はい、はい、という代わりは、ちょっと嬉しいですね。はい、それで、ちゃんとね、有権者ありますね、ちゃんと投票できるのはね、それは楽しみです。はい、まあ、そもそもですね、帰化をした理由というのを聞かせてください。はい、帰化は私はただ、単純に日本人になりたいです。はい、例えば、多くの帰化人は、便利なパスポートのためとか、はい。まあ、帰化の理由が、はい、日本のパスポートを持ってると便利だからという、はいはい、それだけの理由っていう人が多いわけですね。はい、実はね、帰化申請するときに、書類出すときに、帰化の理由と聞かれますよ。はい、ちゃんと、文章を書いて、提出しますよ。はい、それで、僕書いたのは、日本、という国、日本の文化を愛して、自分が日本人になりたいという、まあ、そういう純粋なことを書いてますね。はい、しかし、面白いのは、面白くないですね。実は、サンプルもらってますよ。僕、今回は行政書士さんに頼んで手伝ってるから、はい、まあ、行政書士さんはいつも汎用の、まあ、サンプル。サンプルね、はい、こういう感じに、参考して書いてください。はい、そのサンプルは、韓国人です。みんな、その韓国人の、ような人物が、書いて、はい、パクさんですね。はい、で、それで、帰化の理由は、私は、日本生まれで、在日、昔の歴史ですね。で、これから、仕事とか生活の、便利、様々なことを考えて、帰化を、申請しますと。うん、以上。それがサンプルなんですね。はい、それはサンプル。はい、じゃサンプルだとこのような感じに書いても、問題ないの意味ですね。はい、じゃあ今日本政府が求めるのは、私たち就職生活と便利のために帰化します。うん、それ日本政府は認めますよ。なんか違和感がありますね。そうですね。はい、まあ、非常にじゃあ、この帰化制度っていうのは緩いという感じですね。緩い、はい、はい、緩いの、さらにね、外国人に対する日本人の心を求めません。うん、精神面的にね、はい、はい。日本人、はい、中身は日本人がじゃなくて、うん、普通に日本人に生活して、ちゃんと税金払って、うん、それだけで、犯罪とかしないとか、うん、いわゆる、そこ良好ね、はい、それぐらいだったら、はい、別に、問題ない。大体、条件としては5年以上の滞在で、はい、5年以上の滞在で3年間の、はい、納税、はい、ちゃんと、真面目に働いて3年間の納税。犯罪歴とかは犯罪歴はもちろんなし。なし、はい、
細かいところはゴミ出しにルール違反で注意されることも、それはちょっと微妙、引っかかれるかもしれません。例えば市役所から、あなた、粗大ごみ捨てたという感じで、こういう歴史はね、残されますよ。日本に対する忠誠とかは問われないけれども、ゴミ出しの仕方は問われるとはか、い、そうですおね。かしいですね。日本のルールを守らないと、ちょっと困る、外国人、日本気がすると困るなという話。あと、自転車も、ルール違反とか、自転車運転ね。それで、車運転も、交通事故がないように、大体この感じですね。はい。日本語のテストっていうのははい。課せられたんです日か？本語のテストは、僕は最初、すごくちょっと緊張して、大丈夫か、自分の日本語レベルと、やったらめっちゃ簡単。そうです。まずは当日は、法務局の、職員は僕に1枚のテストの用紙を配って、こういう感じで、わずか1枚ですよ。両面印刷して、字のサイズ結構大きいから、結局、そんなに大きな、量の少ないです、内容です。それで、3分間か5分間以内に終わらせてください。と、そしたら、僕、1分間でできま1し分でた。溶けてしまっはい。た。それで、その、職員は、この感じで、はい、OK、合もう格。3秒ぐらいで合格30秒くらい見ました。30秒ぐらい30見秒じゃなくて、て、15秒くらい。15秒ぐらいですか？ で、そんな簡単ですか？あと、もうちょっと、せっかく僕、日本語能力も高いから、もうちょっと、難しい質問をしてほしいですね。と、それで、後で、僕はね、行政書士さんに聞きますよ。このテストは、日本の、学生だと何年生ぐらいかなと聞いたら、小学校3年生。小学校3年生レベルの日 本は語い。ということでそすれね。は日本人になれます。で、それで、実はもっとびっくりするのは、行政書士さんから聞いて、数十年前の話かな。実は昔は日本語能力はテストはないですよ。テストがなかった。はい、なかった。はい。それはいつの話わからないですね。一度、日本政府は、さすがに日本語完全にできない人が、自称日本人、自称じゃなくてパスポートちゃんと日本人ですね。なんかおかしくない？という感じですね。そうすると、例えばね、実はこういうケースは結構多いじゃないか。例えばね、中国人の、若者がね、日本に、いわゆる、今は、高度の人材ね、そして移民して、ちゃんと帰化してから、今度は自分の両親を日本に呼びますよ。そして両親呼んだ後に、その両親も日本人に帰化したい、便利な生活のためですね。その時に、両親も60代のおじさん、おばあさんだから、もう記憶力も、衰退してるから、今から日本を勉強するは50音から勉強するのも無理だなと。という、ケース結構多いだと思いますよ。その場合は、じゃあ日本語できなくても、こんにちは、これ挨拶くらいできたら、気がさせる。もしかしてこの事態もありますね。そうすると、もしこれが、強化されないと、また、人権団体ね、左翼の人権団体は、これは人権違反だと、また騒ぎになるじゃないか。おそらく日本は昔こういう事態がありますね。はい、今はちょっとマシになったではないかと思って、はい、日本語能力の話ですね。実際、どんなテストが、文章を書いてますね。そこに、漢字を書いてください。逆に、このひらがなを書い、あ、あ、逆に漢字を書いてる、そのに振りがなを書いてくださいというようなテスト、そして文章を見せて、この文章に何が、どの意味が、次のいくつの選択肢にチェックを入れてくださいというような、とても簡単なんですね。で、それで、漢字のテストは何が漢字が、新新聞聞。紙ね、手紙、親子というような、とても簡単的な、日本語ですね。はい。
それで申請してどれぐらいの期間でこの許可が下りるんですかね。僕の場合は1年半1くら年いです半ね。かかった。それで実際僕申請するときに、行政書士さんは大体1年弱と言ったから、まあ弱、実は数年前、10年前くらい、おそらく1年くらいの、すぐ1年く1らい年降りでる、許可が下りそたれと。は多いかもしれません。それで実はね、僕、関平さんと一度この、審査期間について、聞きましたよ。関平さんに聞かするのは20数年前、その時は、彼は半年半年で。弱、めっちゃ早いですね。そうすると、当時は関平さん、今厳しくなったじゃないかと、多分ね、昔関平さん、半年だと、僕1年半だと、3倍ですよね。そうですね。そうすると、厳しく、あくまでも一つの可能性ですね。もう一つの可能性は、今申請の人は3倍になってるじゃない。そういう計算ですね。そういう、申請のしてる人が多いので、じゃあ申請期間がかかると。それ、そういう可能性もありますよ順ね。番待ちですね。順番待ちですね。心境の変化、どのようなものがありましたか？やっぱりね、今までやってることは、外国人から日本人に対する警鐘らしいというような、自分の外国気人持のちで立す場かね。ら日本人に対して。それで今は変わります。私は自分の国を守ります。という気持ちに変わりました。立派な日本人ですね。普通の日本人はそこまで考えてる人が少ないんですよね、実際ね。そうですか。よかった。でも、改めて日本人になってみて、この国を守らないといけないと。で、それで、パスポートですね。そうですね。パスポート、昔、よくね、有名な話題ですね。昔、張慶功という、結張構、恵子さん。張慶功さんはね、結構有名な中国系企画人ですね。よくテレビも出演して、自分が元中国人として何かコメントを求める、日本の地上波ね。で、とある有名な話題になっている番組ですね。彼女が、なぜあなたを帰化するかと聞かれたときに、便利なパスポートのため。便利なパスポート、日本のパスポートを持ってれば便利彼だ女と。は当初急でこう答えましたね。それはね、今日本の保守の間も、これも結構話題になってる映像です。それで、もちろんね、僕も、やっぱりパスポートが欲しいですね。ただ、もちろん、小傾向みたいな、気持ちじゃなくて、僕帰化したら、まだ1ヶ月未満で、まだ時間が湧いてないから、何か、証明書みたいな、そうすると、今度パスポートが来るときに、今まだ申請できないですね。結構、市役所に、帰化証明書を出して、戸籍の編成、そして、国民年金の解明ですね。その様々な、書類揃って、予約でパスポートセンターに提出する。僕、ざっくり計算すると1ヶ月以上かかりそうです。パスポートの申請できる。申請するまでに2ヶ月ぐらい準備が1必ヶ要。1月。ヶ月の準備が必要だで、と。それで、申申請請してかはら、1週間はね、1週間。1週間って言います。それまでね、ちょっとゆっくり、待ちますね。で、それで、パスポートを、もし発給されたら、何か、やっぱりワクワクしますね。何ように、パスポートはね、僕の日本人の名前、もちろん、秘密ですね。日本人の名前、そして、ちゃんと、昭和、政令完備、ちゃんと昭和と書きますね。それで、昭和は実は日本人しか使えないですよ。僕や日本に滞在して、途中に、たまにはね、市役所に様々な手続きやるときに、僕は自分の生年月日を昭和と書いたら、実はダメですよ。そうなんです面か。白い、制度ですね。市役所の職員は、これを生年月日に変わってください。あなたは日本人、
これは日本人だけ割り切り使うから、こういう、ルールがありますよ、実は市役所。面白い話ですね。面白いですね。日そ本し人たではら、気づかないね。そしたら、僕今普通に割り切りを使います。という感じで、さらに、自分の写真もあって、そして何より一番嬉しいのは、日本のパスポートのカバーですね、カバー。表紙に菊門ありま菊すのよ。紋があるん菊だ。門、これ天皇陛下ですよ。僕はちゃんと日本の市民になりました。それ一枚、これ一冊の、証明書みたいな感じですね。これですごく興奮ですね。今はね、コロナでしばらく出国する予定もないし、やっぱりね、パスポートを早く手に入りたいですね。できたらね、また皆さんに見せます。それでですね、一つお聞きしたいんですけども、中国の文化と歴史という、背景があるじゃないですか。そういうものも大事にとっておきながら、国民としては市民権としては日本人として生きるという感じなんですかね。もちろんそうですね。中国でもいい一面があって、それも、僕中国の、今コラムも連載して、中国のこと詳しいから、それは日本人の皆さんに伝えるのはね、僕の、得意分野ですね。そうですね。だからこれは変わらぬ、ように、皆さん、一緒に日本を守ります。そうですか。改めて、期間おめでとうございます。ありがとうございました。